ハロー YouTube、 どうもこんにちは。本日なんですけど、今日はね、僕こちら大阪日本橋のね、オタロードにいます。後ろにあるのはね、これアニメージということで、これはですね、この方の、まあ、聖地と呼ばれる場所なんですけども、で、今日なんですけども、皆さん突然なんですが、ポケモンカードってご存知ですか？最近ね、ポケモンカードの値段っていうか、めちゃくちゃ高くなってるみたいなんですよね。なので今日はね、この大阪日本橋のオタロードで一番高いポケモンカード、一体いくらするのかね、ちょっと検証しに行きたいと思います。それでは行きます。はい、それではね、まずこちらカードゲームショップ、カードラボオタロード本店行きます。リザード V スター GX か V スターで9000円。赤いボンダー52000円。そしてイカチュウコーナー17,500円。やばい。こちらリーエ出ました25万。今ね、正直このリーエで25万って当たり安い方やと思うんですけど、これ高いやつもっとするから。お客のセンターのお姉さん、はい、ではね、まず次のお店行きましょう。で、まず1店舗目の感想なんですけど、やっぱりリーリエが強いね。いきなり25万円、いきなり25万ですか、リーリエがね、やっぱね、女性キャラとかその辺でしょう。はい、では次こちらカードゲームショッププレイス行きます。店の中はね、こんな感じですね。ここ行きましょう。リーリア、カセロナ、50万円。ということで、ちょっとね、2つ目、2店舗目、日本橋プレイズ行ったんですけど、アセロラ55万円ぐらい。まあ、値段がね、跳ね上がった感じですね。なかなかバケモンみたい。ぜひね、アセロラ持ってるっていう方、まだ溜め込んでたら、ちょっとまだ伸びそうな感じしますけどね。そんな感じです。はい、ではこちら、いきます。フルコンプ。レッツゴー。おう、めっちゃ高い。これペプースター VMAX37万8000円、税込41万5800円。やばいな、耳決まりないな。すいません、やばいな、すいません、高いね。なかなかリザード高いじゃん。クモリザードね、リザードの争奪戦は100万円やばい。はい、ついにね、さっきの店、なんと120万円のリーリエ。バケモンやばいね、すごい。はい、じゃあついにね、こちらの店行きます。はい、じゃあ次こちらね、カードボックス行きます。ちょっとなんか今、カードゲーム大会始まりました。こちらやっぱね、強度が高いね。ミニフィアが嬉しい。めっちゃ高いよ。そしてこれピカチュウ、スカーレットバイオットのやつって今でそんなに面白いんだよ。これ、持っといたら今、並べるんだ。
はい、ではこちらドラゴンスターいきます。ギラティナとかバインナントキャラが近いね。ポケモンセンターのお姉さん、いいユニークね。お、こちらポケモンカード傷あり高額カードなんですけども、リザードン、ブースター、こっち普通のリザードン。ありがとうございます。そしてこれ D2 EX 268万円ポケモン。これね、見てください、これサチコ398万円、400万円、これやばいよこれ。はい、ということでさっきのお店行ったんですけども、サチコ398万円、やばいね。でちなみにミュウツー GX も、まあ、250万ぐらいかなあったんで、いや恐ろしいですねポケモンカード。でもただね、正直これはサチコ400万398万円は、ね、予想してなかったです。よかったら一度行ってみてください。そんな感じです。はい、では次こちらね、この裏路地にあるカードゲームショップレイス行きます。はい、こちら、おミュウツー GX 20万、マリーやばいな、13万、エーフィント、マオと観光客、やっぱ女の子キャラが強いよね。でこの辺もね、女の子キャラで何万っていうカードがね、めっちゃあるね。ちょピカチュウのバランスが高い。はい、じゃあ次こちら B 本店大阪行きます。はい、ではこれでいきます。リザードの V、 リザードの V スター、まあまあ感じかな。こちら昔のカードゾーンなんですけども、昔のリザードも7980円から、これ昔ではないんですけどね、あります。こちらのビュー、こちらのビュー VMAX5、 あ、ブラッキー2万円か、なかなかいいね。やっぱ女の子カードが提供しますね。ピカチュウが2万円で、アカウントメイトがそんな感じの値段ですね。はい、ではこちらね、いきます。お、こちらね、キズナリとかゾーン、マリーとかバケモンみたいに高いんですけどね。出た、リーレー、80万と70万。バケモン。バケモンやね。で、まあちなみに他もね、なかなかのお姉さんたちが値段しますね、これ。はい、ということで今日はね、この大阪日本橋のオタロードで一番高いポケモンカード一体いくらか検証してみたんですけども、結果398万円のサチコでしたね。いやーすごかった。いやポケモンカードで400万ってこれバケモンですからね。ちなみに2位がミュウツー GX 250万ぐらいで、で3位がリーリエ120万円、そしてリザードンの争奪戦か、これが100万円かな。はい、バケモンでした。まあ、ただね、これ2022年の12月現在でこの値段なんで、おそらくなんですけども、ますますこれ上がっていくんじゃないかと僕思うんですよね。もしよかったらね、皆さんポケモンカード始めてみませんかということで、まあ今ねレアカードもし持ってる方いたらね、また売らずに持っといたらちょっと何年後かとんでもない値段になってるかもしれないんでね、
そんな感じです。ということでね、今後もいろいろポケモンカード関連やっていきますので、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またね、私、SNS、Twitter、インスタ、TikTok もやってますので、動画下概要欄にリンクありますので、フォローよろしくお願いします。では、バイ。